5月27日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反落です。今日の全日経は昨日と比べて193円16銭安の 28,449 円03銭となりました。トピックス東証株価指数も 7.67 ポイント安、 JPX 日経400も 79.94 ポイント安とそれぞれ反落しています。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 36%、 793銘柄、これに対して値下がりが約 57%、 1237銘柄、変わらずが 7% 弱ありました。トピックス希望別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って軟調な展開となっています。最も新興市場も軟調な時間帯が多くなりましたが、ただジャスダック平均などは引けにかけて全引きにかけて堅調となりまして上昇して全引きを迎えております。東証一部商いは全体としては通常ペースと言っていいボリュームでしょう。全引きの売買高5億2400万株余り、売買代金が1兆1534億円、まあ、決して多い水準ではありませんが、まあ、極端に最近としては少ないというレベルでもありません。まあ、商いは通常のボリューム感といったところで終わっております。今日は朝方から全体的に売り注文が優勢でした。昨日まで日経平均株価は5営業日連続で上昇しておりまして、この間合計で600円近く一気に上げて戻したということなどを受けまして、短期の利益確定売りあるいは戻り待ちなどの売りが出やすい状況となっております。世界的にも足元、欧米などでも株価やや頭打ち感も見られるということで積極的に上値を買う動きは限られました。あるいはアメリカの MSCI、 世界的な株価指数であります MSCI モルガンスタンレーキャピタルインターナショナルの銘柄入れ替えを今日の大引け段階に控えているということで、日本株に関しましては29銘柄がここから除外されるというスケジュールなどもあります。こういったスケジュールなども意識して下値を買う動きも限られたということで、今日は日経平均株価6営業日ぶりの反落となって全引けとなりました。このところ買われていた景気敏感株などにも売られる売りで下げる銘柄が目立っております。代表格といたしましては市況関連あるいはアジア関連中国関連という位置づけにもなるでしょうか。鉄鋼や海運株などが軟調でした。海運の大手商船三井9104なども売り物に押されて下落しております。他の郵船や川崎船など海運株全体的に軟調でした。このところだいぶ上昇しておりました海運指標バラ積み船の運賃指数でありますバルチック海運指数なども続落したといった動きなどが反映されております。逆に上昇した銘柄といたしましては空運株代表的な ANA ホールディングス9202などは商いを伴って堅調な値動きとなりました。 JAL 日本航空も上昇しております。このあたりはアフターコロナを見据えて世界的な航空需要の回復期待が資金流入につながっているということで、東京市場に限らず世界的な動きとして空運株を見直す動きが東京市場にも波及している形です。以上、今日全日経の模様東証アローズからお伝えしました。 Thank you.